釈上堂釈上刀と山県第二地だけ、発見重要文化財工人像釈上は、湯行像が形態する道具の一つである杖。ボンゴではかっからと言い,い、優勢杖、鳴る杖、里杖、徳杖、金鈴ともいう。銅や鉄などで作られた頭部の輪形に勇敢が6個または12個通してあり、音が出る仕組みになっている。このゃくという音から、釈上の名が付けられたとも言われる。 仏教の戒律をまとめた書である、四分律、十勝律などによれば、この音には、僧が山の湯行の際、近重や毒蛇の害から身を守る効果があり、宅発の際に門前で来訪を知らせる意味もあるという、競技的には煩悩を除去し地へ終える効果があるとされる。尺状の長さは、通常170センチメートル前後であるが、法へ、儀礼の場で使われる、 音媒作法用の柄の短いものがある。仏像では地蔵菩薩などが持ち物として持つことがある。日本の武道団体である少林寺拳法では釈状を武器としても持ち、釈状伝という、主弦者の道具としてホラ貝と共に馴染みであり、傾向具として楽器的に使用された。その後徐々に俗化し、デロレン財門現在の公衆温度に継承されている。 現在は先端部の金属の実を持って振ることが多い。尺状の駆毒を説いたものに苦情尺状況がある。ありがとうございます。